ジャクトです。今日はここね、あのメンディーがさやってるジムで、結構ねみんな知ってると思うんだけど、ディーパーっていうジムでね、あの個人的にね結構ここを使わせてもらって、パーソナルやらせてもらってるんだけど、今日はねちょっと時間が空いたんで、今日はせっかくだからここでね、あの胸トレを今日はやっていきます。ちょっとね今日は一人で黙々と胸トレをやります。でね、重さもね、あの限られてる、ここは。だからベンチやるんだったら150キロまでしかまだできないし、ダンベルもねここ30キロまでしかないんだけど、まあそれでねちょっと今日は工夫してね、サクッとやっていこうと思います。これ100キロね、100キロ。途中でちょっと無理かなって頭をよぎったけど、なんとかなったね。いい感じ。150キロだな。ちょっと待って、150キロ気合でね、ちょっと6発ぐらい狙いたいね。4発しか無理だ。4発、重い。まあでも162回上がったからね、まあよしとしよう。これだけでも俺もう胸仕上がってるもん。もう結構分厚くなったでしょ。よし、ダンベルフライね。今日はだいたいね15レップぐらいを目安にね、15レップよいしょ。
ふぅ、15レップたまにね、こうやって全部こう、低レップっていうか6から10レップまでじゃなくてね、やっぱり15から20レップの高レップもね、中には入れてあげることで刺激の変化でね、筋肉も大きく変わると思うから、1回のトレーニングの中で高重量、高レップの種目もあれば、高レップ、高重量、低レップの種目もあるみたいな感覚でね、俺は基本的に高レップの日、低レップの日っていうのは分けずに全部ごっちゃでやるから、種目の中で高レップにする種目とかも分けてやっていけばいい感じです。いい感じ。まだね、結構バルカップ中だから、バルカップ中っていうかちょっと食事をね改善したぐらいで、体重はね、まだ今日の朝で92キロかな、92.8 だから、93だね。もうちょっとね、絞り込んでいかないと。しこ生、ダンベルね、フライ。ちょっと重さ上げようかな。25で。よいしょ。頑張ってね、15レップね。パンパン。まだね、ベンチプレスのフライしかやってないけど、だいぶいい感じに、ね、張ってきたね。いい感じでしょ、悪くない。からね、インクラインのね、プレスね、ダンベルで、ダンベルじゃねえや、バーベルで、まずはね、アップから。インクライン100キロのね、よいしょ。とりあえずもう上げればいいのは上げれば、
悪くないね。いい感じです。ラストね、ラスト100キロ。さっきやってね、すぐねインターバルをね、あんまり置いてないから1分ぐらいしか置いてないからまた息上がってるんだけど、このままねやっちゃいます。よし、プレスやったから、今日はね、せっかくケーブルもあるし、ケーブルでね、あのインクラインのフライね、これがね、実はめっちゃ速いんだよ。ケーブルはやっぱね、抜けるポイントがないから、あのうまくね、使えばね、筋肉がね、緩まることなく刺激できるんで、ケーブルを皆さんうまく使ってください。いいね。下のところね、かぶれていきます。それでね、まあ、こんな感じで重いものをやるときもあれば、今日はね、バーベル系のね、種目はなるべく重さを追って、まあ、低高重量、低レップって感じかな、やって、まあ、フライとかはね、なるべく高レップでやったりとか、まあ、いろいろ刺激の変化をつけながらね、やっていったような感じです。今日はどっちかというと、プレスはね、低レップ、フライは高レップって感じ。まあ、これはちょっと10回しかやらなかったんだけど、まあ、鉄の日にはね、プレスを高レップでやる日もあっていいと思うし、ダンベルでプレスやってもいいと思うし、ね、まあ、そんな感じでいろいろ変化をつけながら、皆さんも頑張ってください。じゃあ。